皆さんこんこんばんはモリリですなんでいつも私「こんばんは」って言ってないんだろう8時半なのにね投稿そうあのねまず発表っていうかお知らせ今日この髪染めますはい多分ねだからえっと今私染めてる最中だと思います 原宿のサロンで私いつも染めてもらってるんですけどこの髪色とおさらばなのでちょっと本当にマジで具合悪いんですけどさあねほにやばいのまあもともと髪の毛で私死んでるんだけどもともと髪の毛死んでるけどもう一回言う「もともと髪の毛死んでるけど本当にね具合悪いと髪の毛に出るよ」って言われたのでなんかね見てこのわかるかなこのさ なんかわかわるこのさバサバサ感わかるからもうねトリートメント塗っても塗ってもなんか割れるしもうなんかその要は皮膚のねなんか皮膚に栄養が行き渡ってないからだからそのあんまり無理しないでねって言われたんですよなで染めるかというとやっぱそれが一番あの本当に髪の毛にビタミンを与えなきゃいけないなっていうまああの髪の毛さえ もうボロボロだっていうのは嫌だなと思ったからちょっとあのこれから8月入ってお仕事もちゃんともっとねあの皆さんにお伝えできるお仕事も私増えてくるのでちょっとねちゃんとちゃんとそこはメンテナンスしておこうかなと思ってちょっと頑張ってやっていきたいと思います。ファイティング 私的には本当にマルコちゃんぐらい真っ黒になる派だったの私の中ではもう私の中では脳の中ではリアルマルコだったのむしろモリコであのそのスプレーねあの使い心地どうだったんですかっていう質問とかがあってちょっと見ますね確かに黒髪可愛いかも黒髪にした方があれなんだよね痩せて見えるってことだよねきっとやっぱり男の人って黒髪が好きなのよねお私は女やからかもしれんけどピンク髪とか 明るいカラーが似合う森リ,リちゃんが羨ましいし真似してみたいと思うんやけど、ね、あ,ありがとうございます本当にそれはもうほにありがたいこともうなんか似合ってんだか似合ってないのかわかんないけどもうなんか獅子舞がごとく頑張っておりますありがとうございますで3分17秒あたり有村かすみきあらっいって森藍リリしかいないのに <laughs> 癖なんだよ <laughs> 癖なんですよねあの癖なんですよなんかねあのそうなの私あこの子とかねそうなんだけど の子のとかあっちにもいるんだけどぬいぐるみとしゃべりするのが癖なんですよね <laughs> だからなんかとりあえずなんか目があったりとかするとしーって言っちゃう感じペットと一緒ペットみたいな感じです <laughs> 話し方が落ち着く話し方が落ち着くかどれどこれ話し方話し方落ち着く なんか初めて言われるありがとうございますただただのただの滑舌悪い時といい時が激しいやつですでですここからなんですよともちゃんさんこれの使い心地を教えてほしいですバリバリになったとか本当にシャンプーで落ちたとかそこなんですよ使い心地に関してまずあの塗料の匂いはやっぱりする ペンキみたたいいな匂がしただからあんなにむせてたでしょあの窓は絶対開けた方がいいし、ま、むしろ広い空間でやった方がいいと思う外とかあとはもう自分の部屋だったり、まあ、部屋も汚くなっちゃうからあれだけどでも本当にリビングとか大きなところでやった方がいいと思いますお風呂とか密封された場所でやるとマジで死ぬから本当に本当にやっちゃダメだよ絶対。分かんないよその ここには書いてあるかもしんないけどあれわかんない書いてあったか書いてなかったかわかんないんだけどこう閉めてあれをシューってやってる段階でもう結構なんか窒息しそうでで鼻から入るわけさあの粉がスプレーするからだからもうなんかねフフフてなっててもうなんかうおーってなってて結構やばかったから本当に皆さんあの多分あの百均だからとかじゃないと思うから。 あの塗料を使う時は基本的には密封されたあのー、空間でやんない方が絶対にあの絶対にいいですダイエットの時もそうだったけど私が証明したマジで体張ったあれはマジで体張ったと思った本当にそんぐらい具合悪くなるから本当に注意した方がいいはいでバリバリになったかどうかめっちゃバリバリですあのこの分かるもともとのもともとのモリありの髪の毛がバリバリだって言われたらそうなんだけどでもバリバリなのあれやって シャンプー8回ぐらいしたシャンプーめっちゃクワって洗って8回ぐらいしてでシャンプーで落ちるよみたいな感じ書いてあったんだけど、まあ、落ちるんだけどもっていうとこなんでねシャンプーかっこ何回で落ちるよとかじゃないからもう落ちるよって書いてあっただけだからあのー、なんだろうな最終的にシャンプーで落ちるよっていうむしろ私クレンザーかけようかなと思ったぐらい本当に落ちなくてどうしようかなって思って。 はげてもいいからクレンザーかけようかなって思ったぐらいマジでちょっと後悔はしたんですけど <laughs> でも、あのーまあ、黒髪にしたら私どう見えるんだろうっていうのは一、まあ、日黒染めとかもねちょっと考えてはいるんですけどいろいろ出るものだったりとかねあったりするんで映像とかもあるんで、まあ、たまに黒になったりする時もあるかもしれないんだけれどもあのスプレーは使わない絶対もうバリバリになるから。 スプレーは使わないというかだったら1週間で落ちるタイプのやつの方が良かったりするかもしんないあの多分よくさピンクにしたい子とかいるでしょでもさあのまあ、それの逆だよね要は私がピンクだから黒にするわけであの黒の子が1日髪染めってやつのピンクとかのタイプのやつやったらすぐにあれはトリートメントだからすぐに落ちるしま そのカラーとかこういうタイプもあるけどでもほんとそれと一緒であのね全然落ちないなんかこもみあげのとことか私めっちゃこうやってやってたから余計にここついてたんだけどここがほんとに取れなくてクワってやってあのゴルゴ13みたいになってたのマジで私びっくりしたほんとびっくりしたなんかもうなんかねあの まあ8回シャンプーした段階でああさっぱりしたーと思っててファーってなってたんだけどなんかふってこっち向いた時にこうなってたのもみあげがで私えここまで私処理してなかったっけもみあげって思って私も揉みあげそんないじってないんだけどなんかいじってなさすぎてもみあげってこんな成長するのって思っちゃったぐらいここまで来てていや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 でしょあでも黒いから。 え、さっきのスプレーかと思ってクワってやったらここら辺までお土産下がったから <laughs> あ良よかったスプレーでみたいなちょっとねちょっと安心したんですけどそんぐらい濃くつくから。 だからちゃんとやればちゃんとつくんだろうけどあれ5分でやっちゃったから余計にねもうあと5分で紅茶帰ってきちゃうっつってペーってやったからあれだったんだけどちゃんと多分ブロッキングしてちょっと水とか通してからまとめてからシューってちゃんとやった方がよかったかもしれないただ1日持つかと言われたらあの5分のムービー撮ってる間にバリッバリになってるから。 1> 1日っつったらねやばいと思うしかもめっちゃ暑かったの昨日で撮ってる時で暑かったからめっちゃ汗かいてて黒い汗かいてきちゃってだから雨の日とかマジ最悪だと思うのでそこも気をつけてくださいなので黒染めを1日する方はあの1日タイプの染め粉をちゃんと使った方が いいいかもしれない1日とか1週間ワンウィークタイプとかあるからちょっとそっちを使ってみた方がいいかもしれないですということで今回この髪の色が最後の盛り上げでしたまた週に1回はちゃんと出せるように頑張りたいと思いますのでよろしくお願いしますということでおやすみなさいおやすみなさい盛り上げでしたバイバーイ TwitterInstagram の ID のアイデ横に書いてありますフ チェックしてみてください。ということで、次の動画楽しみに。チャンチャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チルほんと死んでんな、髪の毛。やばいな。